ミルクサッカーアカデミー井上真でございます。お願いします。ミルク佐藤です。よろしくお願いします。さあやってまいりました、このシリーズ役割分担シリーズ、今回はレアルマドリード編でございます。やりました、ありがとうございます。ということでやってまいりました。すぐ分かっちゃうから、はい、はい、そうなん、今 J リーグで始めたこの役割分担シリーズなんですが、はい、うん、海外の方も今始めまして、うん、ね、チェルシー、マンチェスターシティ編と、はい、チャンピオンズリーグで今勝ち上がってるチームから順々にやろうとしてみたところ、ありがとうございます。はい、まあさ、皆さん、はい、なんとね、これ収録したのは4月17日なんですが、うん、はい、うん、右上にもありますとおり、うん、4月19日月曜日、うん、早朝4時からですね、おー、そうでしたね、はい、ヘタフェの久保建英選手との今季3度目の対戦というのが月曜4時からね、一番見やすいタイミングですよね、日本人の我々にとってね、大人にとってね、社会人にとって、そうなんですよね、はい、これは大変だぞ見たい、でも見たいんだよ、そうなんですよ、うんうん。でも、だけど。アーカイブでも見れるから、これね。そうなんですよ。うん、でも、よく考えたら、あ、CL とそのダゾーンじゃない、わあ、どうだろうってとか、やっぱ J リーグも過密だったりだとか、ね、こう、なかなか最近レアル見られてないよって方も結構多いんじゃないかと思う。ゆっくりレナウルをダゾーンで、後から見ることもできるわけでしょ、うん、これ。そうなんですよ。ってことで、今のレアルと、それぞれの役割分担を知ろうぜっていう企画でございます。久保ちゃんがどの辺から切り込んだらレアル倒せんのかみたいな話でもあるわけでしょ、これね。そこよ、そこよ。ました、お願いします。皆さん、本当に鍵となる場所があるんです。だって、なんだって、早く見せておくれよ。はい、こちらでございますと。はい。はい、まずなんですが、足見たいね、はい、これね、うん、このね、左側は後から言うので、うん、右側ちょっと見てほしいのね、はいはい、わ、怪我が、実はセルヒオ・ラモスさんとバランさんなど、いわゆる主軸センターバック組が今いません。でマルセロさんも控えたとかっていうところも実はあってるんだ。アザールもちょっと怪我じゃないかなっつってね。そうなんです。ただちょっとアザールさんに関しては、うん、頻繁に怪我が起こってるので。なるほどね。だからどのタイミングがいいか分かんないから、うん、一応今回外しておいたっていうことなんですけど。で、今レアルはですね、この間のバルセロナ戦、ね、うん、クラシコに勝ちまして、はい、今のところ20チーム中2位の勝ち点66となっておりますと。はいはい、得点53、失点24という形ではあるんですが、うん、アトレチコ、レアル、バルサって感じでね。そうなんでございます。そんな中で今年のレアルなんですが、うん、でちょっとね、特殊なことが起こってるんですよ、まさに皆さん。はい。なんかレアルって、まあ、クリスチャン・ロナウドの時代とか、うん、まあ、その前もそうですけど、うん、なんか複数の選手がこういっぱい点取るイメージありません？はいはいはい、そうだね。今年違うの。え？実は真ん中一番上、うん、いわゆるセンターフォワードですね、うん、もう今年のレアルのオフェンスはもうベンゼマ中心主義設計。あ、そうなんだね。今年の特にリーグ戦は、うん、53点決まってるんですけど、うん、ベンゼマさんが19得点6アシスト、うん、ほぼ半分。あ、そう、ベンゼマ関わって、直接関わってるって、で2位の得点者が5点なんです、うん、あらま。でそれがなんとアンカーカセミロさん、へーっていうぐらいに、なんか意外で、そういう戦い方を今してるってこと。でもだから今年はちょっと、うん、いわゆる台所事情の方がコロナさんだとか、うん、お怪我人さんだとか過密日程のあれでぐちゃぐちゃしちゃったっていうのが、うんうんうん、過密日程にも3つけてあげてくださいよ、そこまで言ったら。あ、言わなかったっけ今。あ、すいません、いやいやいや、言って言ったつもりだったから、言ったつもりだったことにびっくりしてますよ。そうなん、ええ、でだから、でも、すいませんよ、佐藤さん。ほんとすいませんでした。はいはい、で、そんな中、はい、まとめ上げてきたのが、やっぱり、ジダンだったんですね、それをね。はい、ジダンね。ってところでした。で、それぞれの役割分担どんなのか見ていきましょうと。はい。まあ、そんな中、まあ、ベンゼマさんを基本的に中心で、こう、得点取るよっていうので、うん、まあ、ベンゼマに対して誰が何をやるのかってことが、今年のレアルのいろんな役回りになってきますと。わ、うんうん、かりやすいのが、左の2人ですね。はい。ビニシウスさんとメンディさんのお二人。はいはいはい。もう彼らはもう縦の槍。縦の槍。二人とも早いしね。また。そうなのよ、うん。もうドリブルでギュンといくビニシウス。まあメンディもそうですね。メンディ好きなんですよね、僕ね。ねえ、二人はもう、ここ、お互いどっかんどっかん行き合うから。うん。さらにビニシウスさんはファウルを得やすいってところもあったりするので。ほうほうほう。はい。で、そこからチャンスメイクなんかもできます、ね。はい。はい。で、今度中盤の三人。うん。まあ、クロースさん、モドリッチさん、まあ、ここら辺のベテラン軸の2人なんですけど、衰え知らず、うん、そうなんです、まあ、チャンスメイクだとゲームメイクはもう2人とも強いのはもちろんのこと、まあ、モドリッチさんはね、もうタフネス、もかなりスタミナが有り余ってる、はいはい、まあ、前線いろんなとこプレスしに行くのもそうですけど、うん、クロースさんなんか最近ちょっと下に落ちてくることもあるんですよ、うんうん、ディフェンスラインも、はいはい、
で、そこから鬼ロングパスを通したり、はあ、でそこをビニシウス最後裏抜けてみたいなのも多くなってるよ。なるほどね。でそんなモドリッチさんクロスさんのいろんなねあのアクションを成り立たせてるのがもうバランスの神、うん、守備の番人カミミロさんですね。なるほどね。先日、まあ、あの、チェルシー編で、あの、カンテさんの話もしましたが、役割ちょっと似てますけど、はい。いろんなところを奪い、借り取ったりとか。借り取ったりとかしてってことをやってくれます。そして右側行くと、アセンシオさん。アセンシオ。まあ、彼もドリブルが上手かったり、痛いし得意なんですが、やっぱ視野が広いっていうのがちょっと大きいですね。今、何がどういう状況なのかっていうのその判断力の良さが目立ちます。このポジションは、アザールはこっちだっけ？アザール逆だっけ？アザール誰左やることも、まあ、右やることも結構あります。久保選手はここに入ってきたわけでしょ？そういうことです。言うたらね。あとは、モドリッチの場所の方が僕は合うのかなと思いますね。久保選手ね。ああ、なるほどね。インサイドのところだ。そっか、なるほど。得点以上にやっぱね、アシストに彼は結構ね、それこそ定評ありますから。そっちの方がいいのかな、なんてこともなるほどね。このやり方だと。はい。そして本来だったら中盤のバルベルデさんが最近右やることもちょちょあります。彼は本当ね、あの、ウルグアイ代表でもそうですけど、まあ、360度の視野が広いっていうのと、うん、あと1対1の守備、もちろんオフェンスでパス出すとかも全部得意なんですけど、ね、最近は特にね、あの、片方のこのサイドの選手をこう抑えるようなんて役割もやってます。ちょっとポイントっぽいね、ここもね。ですね、うんうん。そしてセンターバックのナチョさん、ミリトンさんっていうのは、まあ、ボールキープ、まあ、激しい守備ができたりだとか、空中戦フィジカルが強かったりだとか。うんうん、そしてクルトワさんはやっぱりね、もう日本も対戦してますけども、まあ、セーブがすごく上手いっていうのはあるんですが、やっぱスローイングね、忘れちゃいけないのはね。そうだね。ロストフの14秒なんか。いや、それを思い出すようなスローイング結構してますよね。ありますからね。コーナーキック取ってすぐ投げる瞬間見るとドキッとするもんね。ドキッとする、ね。この間あった俺テレビ見せたら、あーって。で、実況の人も言ってた。あーなんか思い出しますね。そうですね。ねえ。うん。っていうところで、ただ唯一これね、あの、かなり盤石な体制になってるレアルではあるんですが、一箇所つくならここなんじゃって言えるのが、左のセンター、竹がね、つくならば、左のセンターバック、ナチョさんを攻めるのがちょっといいかもしれない。マッチアップメンディーナチョあたりでしょ。そうなんです、うんうんうん、ナチョさんはあのボールキープうまかったり、うん、もちろんディフェンダーとしては本当素晴らしいんですけど、はい、やや守備のアクションの時激しくなります。激しくな荒いってことですか。やや荒い。なるほど。カードもらってる人審判によってちょっとお前ファールの度が過ぎるぞってなることもある。その流れになんとか持ってっちゃえばヒハール的なとこからチャンス作れんじゃないかってことですか。そういうところもあるんですよね。メンディーは結構ねビニシウスともに上がりがちですから、そのメンディー裏取った時にナチョ焦りがあって、アラナチョになって、ヒファールタケタケ、ね、はい、ってことですか。そこがいけたらいいんじゃないかな。ちなみにね、レアルの失点数の4分の1は PK なので、あ、そうなんだ、ね。それぐらいにちょっと PK 割合多くなってますから、それを狙いに行くっていうのは手かもしれない。割合で言ってそれが出てくるってことはね、結局点取られてないってことだよね、ちゃんと流れから。まあね、あんまりね。なるほどね。いや、これ、ヘタフェ頑張ってほしいね。そうですね。うん、まあ、竹がどれぐらいできるかによって、やっぱ来年、またね、レアルでできるのかどうかっていうことにも、こう、関わってくるかなっていうのは思うので。めちゃめちゃアピールして呼び戻してほしいね。そうですね。うん、なんで、その部分も含めて楽しみでございます。わかりました。ありがとうございます。ということで、レアルマドリードについて伺いました。ということで、役割分担、パッとわかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、4月19日、月曜日だゾーン4時から朝、ね。ヘタベ対レアルでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞダゾンの人みたいな言い方しちゃって。まあ、なんだけど。ありがとうございます。さよなら、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。